牧田とペンで始まりましたが、1回の裏先頭ヘルマン振り逃げで一塁に行きます。立ち上がりのペンの投球、その後原の時に盗塁とキャッチャーの悪送球、これで一気にヘルマン三塁、ノーアウト三塁という形を作ります。で中島中村だったんですが、原が凡退した後です。ワンアウト三塁では中島がショートゴロ、そしてツーアウト三塁で中村もショートゴロ、これで1回は0点。結構いいスイングしてるような雰囲気はあるんですが、そうですよ、もう本当に神一重です。2回の表の牧田のピッチ、ワンアウト二塁一塁で青野のこの打球がライト前に落ちます。ここまでのヒットは会心のっていうのはそんなに多くなくて、ほとんど外野の前に落ちるヒットが多かった。でその裏ライオンズは栗山を三塁に置いて高山がレフトに犠牲フライ、これはうまくいったですね、はい、これはうまくいったですね、1対1の同点になります。続く3回マリーンズが2点を追加、勝ち越し3対1とします。その後ライオンズチャンスがなかったわけではなくて、これは3回の裏ヘルマンが出て原ヒット、しかし中島がサードゴロ併殺、これも打ち込んでいけば全然問題ないですから、そうですね、はい、ペンが抑えていきます。5回の表の牧田、だんだん4回5回と良くなってきましたね、本当に見違えるようになりましたね、はい、気合も随分違ってきた。ちょっとその序盤は首をひねりながらという投球だったんですが、やっぱ体が思い出してきたんじゃないでしょうかね、そういうようなピッチングに見えますよね、はい、5回の裏に出てきたマリーンズのルーキー中後ろ、このピッチャーが三者三振を奪います。いやこれは見にくいというかタイミング取りにくいですよ、このピッチャーですね、腕の振り、外バッと振ってくるじゃないですか、はい、顔と最後に腕が出てくるバッターとして、6回の表の牧田、2アウトからフォアボールランナーを出しますが、青野最後は三振で仕留めます。6回91球5安打3四死球3失点、カルロス・ロサ6回の裏のピッチング、ヒットとフォアボールでノーアウト2塁1塁になります。中島レフトフラン、これはねかなりこの打席中島選手気合入ってたんですよね、もうこれでいいんですよ今日、はい、中島選手は、その後中村フォアボールで満塁になりましたが、栗山が併殺だ、これも当たりはそこそこだったんですよね、そうですね、カルロス・ロサはちょっと内容不満げでした。ライオンズの抑えのピッチャーというか中継ぎ陣、長田が今シーズンこのオープン戦初登板しました。いきなりランナーを出して三塁に背負って根本にタイムリーが出ました。8回の裏の中郷のピッチ、この回は相手のミス、古谷のワイルドピッチで1点返したライオンズですが、ここでの中島中村もフライに終わりました。